中村愛の馬コラボ。今週は皐月賞への最終便、スプリングステークスということで、まずは口に出したら当たらない中村愛のみんな大好きサイン馬券のコーナー、プシュー。スプリングステークスのサイン探していきます。テーマはじゃん、皐月賞トライアル。トライアルとは3歳の G1 に出るための優先出走権が与えられるレースなんですが、この皐月賞トライアルは弥生賞、そして若葉ステークス、そしてこのスプリングステークスなんですよね。トライアルはつまり重要ということなんです。トライアル、トライアル、ん、トライアルということで、私ひらめいちゃいました。じゃん、トライがある馬を探せばいいんじゃないでしょうか。いやでもそんな馬いるわけない。いる、嘘でしょ。ということで今回はダン8番アウトライアーズ、この馬に注目です。さて馬コラボ、今週の担当は独自の指数が無料でチェックできる馬コラボ、週末の競馬予想に悩んでいるあなた、一つの参考にしてみてはいかがですか。今週の担当は星川さんです。星川さんの見解はこちら、アウトライアーズ本命から里のアレス、トリコロールブルー、エトルディーヌとなっています。本命はデビューから安定した走りを見せているアウトライアーズです。得意な中山コースで重賞初制覇に期待します。2番手は能力に間違いはない里のアレスです。切れ味と器用さを兼ね備えており、ここも難なく勝ち負けに持っていけることに期待します。3番手にぐんぐん成長中のトリコロールブルー、前走は価値ある1着、いい臨戦過程で臨む今回はさらに期待が高まります。最後に9戦とキャリア充実のエトルディーニュ、人気の盲点をついて先行できれば軽視することはできない一頭です、ということでした。星川さんのスプリングステークスの予想もぜひ参考にしてください。その他馬コラボには代表北条直人やサポートスタッフ星川優衣のブログを随時更新中、購入レースの絞り方まで提案してくれます。馬コラボ独自の指数は競馬開催前日の夜に公開、週末の競馬をもっと楽しくするために馬コラボから目が離せない。以上、中村愛の馬コラボでした。